縁、山君から1506年9月2日は、李氏朝鮮の第10代国王。名は、第11代国王、中宗の異暴に、第7代国王清祖の彦で、朝鮮王朝史上前院例の内暴君とされる。縁、山君日記第9代国王青州の長男として、生まれた。母は廃悲因子。聖母因子は、 聖州の最初の王妃であった、雪江王公、藩士が1474年に死去すると1476年に、聖妃の位に上ったが、その3年後に王妃から、妃の位に降格された。さらには、聖州の顔に傷をつけたため、1482年、王名により玉物役を下され28歳でこの世を去った。その後、長男であった高氏は、 1483年に7歳で、王政史に作法された。1494年、青州が皇居すると、同年12月29日に18歳でそのまま、王位に上った。王妃は異昇進し即位当初は、学問を奨励した、青州時代の貴品と秩序は、維持されていた。円山君は貧民を救済して、国朝法官など多くの書籍を編纂し、 女神族などの外政の侵略を阻んで城を築くなど安定した政治を行った。しかし時が経つにつれて、治性4年後から円山君の悪行が目立ち始めた。円山君は3度にわたって後進に対する粛清事件を引き起こした。また、赤心の忍死広志と寒岸の金子猿がそれぞれ、そそのかして、聖母院市中殺に関係したものを捉えて処刑している。 円山君は、全土から女性を挑発し、清祖が建てた、円楽寺を王の協楽の場である手の平楽院に変え、最高学府の聖金館も、キーさんらとの遊興の場に変えた。円山君は、多数のキーさんを引き連れて、遊興にうつつを抜かし、還元する行進たちはことごとく残酷な刑罰で、処刑した。進化たちの怒りが、頂点に達した結果、 彼らの確執とり反を招く結果となり、1506年9月2日に、軍級派勢力の法元胸、及び正規願、劉淳帝らが企てた宮廷クーデターによって、円山君は失脚し、降下党に入る、王位を剥奪されて、円山君に封じられた。この時投資、広氏、金子猿、さらに円山君の長期である、長緑水は、反対勢力の手によりそれぞれ、 残首刑となっている。また聖秘神氏も同時に廃位され、残された王子たちは全て処刑され、さらに残された王女たちは全て土肥にされた。入るからおよそ2ヶ月後、縁山君は数え年死の31歳で死去した。後世の第15代国王、公会君と同様、廃された王であるため、死後はない。後継には、 青州の次男で縁山君の異母帝である、新城大君駅が衰退された。後世、残酷な死化を行い、堕落した王であるとの批判を受けることも少なくない。縁山君であるが、李氏朝鮮の音楽、及び芸能文化を発展させた、という一面もある。学問を奨励し、貴賓と秩序を維持させ、貧民を救済し、国朝奉還など多くの書籍を編纂し、 女神族などの外星の侵略を阻んだり、城塞を築くなどの功績を残した一方で、手のひら楽院を設立し、宮中行事や大演の際に使用する音楽や芸能を支援し、育成、発展させたのは、縁山君の功績であり、その点は評価すべき点と言えよう。ありがとうございます。